今なすべきは失ったものを弔い越後の守りを固めながら来たるべき織田との背水の戦に備えること。甲斐の虎と憂いなく相まみえ存分に語り合うのは第六天魔王の脅威よりこの天下が解き放たれて後。私の美しき剣、長篠での働き、見事でした。もったいないお言葉。これからも私のそばで舞い続けてほしい。